ちは、水産領域の筒井です。私はかつて青年海外協力隊という、海外ボランティアに参加しました。それ以来約30年にわたって東南アジアや太平洋諸国の海藻、貝、エビなどの生産とその研究に携わってきました。今日は私たちがいつも食べているエビがどこでどのように生産されているのか、またどんな問題が起こり、それに対して国際農研はどのように取り組んでいるのかなどについてお話をさせていただきたいと思います。ところで皆様、ペンペングサという言葉をお聞きになったことがあろうかと思います。ちょうどこの季節、あぜ道とか空き地、道端とかいろいろな場所で小さな花を咲かせています。荒れた土地にもはびこってしまうことから、邪魔な雑草といったイメージがありますけれども、むしろ良くない環境でも粘り強く生き残っていける高い生命力、そして食べられたり薬にもなったりする利用価値、それらを兼ね備えたスーパー雑草と言えるかもしれません。ところで、このペンペングサのような粘り強い生き物は陸上だけかというと、実はそうではありません。熱帯のマングローブの水辺には塩分や水温の変化にも強くて、水がなくても湿気があれば当面生き抜くことができるジュズモという海藻があることを私たちは発見しました。マングローブの水辺はもともとエビの子供が育つ場所なので、このジュズモとジュズモの上に生きる水ゴマツボという貝をエビの養殖に利用してみてはどうだろうと考えたことが私たちの研究の始まりです。ところで私たちは日々いろいろなエビ料理を食べています。私たち日本人が一体どのくらいの量のエビを食べているのかというと、2019年の実績では1年間のエビ総消費量は23万6000トンでした。これを日本の総人口1億2600万人で割ると、日本人1人当たりの1年間のに約 1.9 キログラムのエビを食べていることになります。 1.9 キログラムのエビといってもよく分かりにくいので、このようなエビの握り寿司に換算してみると、日本人は1年間に125個のエビ寿司を食べていることになります。この1人当たりのエビ消費量は世界第2位。このように私たちは世界でも有数のエビを食べている人たちと言えます。それではこのエビが一体どこから来たかというと、2019年を例にとると約 94% が世界各国37カ国から輸入されています。そして全体の約 77% がアジア産、特に輸入量が多いのはインド、インドネシア、タイ、ベトナムの4カ国になります。そして私たちが食べているエビの大部分は養殖によって生産されたものです。このように私たちが日々食べている安くて美味しいエビは、海外、特にアジアで養殖されたエビに頼っているのが現状です。それでは次に、海外ではどのようにエビが育てられているのでしょうか。これがエビ養殖池です。まず池に水を入れて養殖の準備をします。それが終わってエビの子供を池に放流します。この白いビニール袋の中にエビの子供がたくさん入っているんですけれども、中を見てみますと、このように動いている一つ一つが卵から孵化して約2週間ぐらいのエビの子供になります。拡大しますと、このように大きさは1センチぐらい。赤い矢印の先にある黒い点はエビの目で、小さいながらもちゃんとした体つきになっていることがわかります。その後餌を与えていきます。エビの餌はタンパク源として魚やイカなどが、エネルギー源としては小麦や魚油や、その他のミネラル、ビタミンをバランスよく配合した人工のものが利用されます。ただ最近ではタンパク源となる魚の値段が高くなり、安い大豆などに置き換えられるようになりました。そして餌の品質低下が起こるようになりました。そして3ヶ月から4ヶ月ぐらい餌を与えて収穫となり、輸出されて私たちの口に入ることになります。
このような準備から養殖までの一サイクルは種によって違いますが、だいたい3ヶ月から4ヶ月、このまま問題なく養殖のサイクルが回ればいいのですけれども、現実には様相がちょっと違っています。先ほど言いましたように、エビエサの原料価格が値上がりしていることを切り取ってみますと、価格を低く保つために植物性タンパクなどを原料にして飼料原料の低下が起こり、エビの成長が低下します。エビの成長が低下するために、養殖業者さんはより多くの餌を養殖域に入れるようになります。そうすると今度は水質の悪化を招き、抗原ウイルスや病原菌が混入すると病気が蔓延したり、排水したりして周辺の環境悪化を引き起こします。このような悪循環により、もう養殖が続けられなくなって廃業、使われなくなった養殖域がどんどん増えていっているのが現状です。私たちが食べているエビの背景には、このような問題を抱えているということを記憶に留めておいていただけましたら幸いです。このような使われなくなった養殖池に水がたまると生えてくるのが数珠と水ごま壺です。これらを活用できないものだろうか。そこで熱帯の生態系や生物資源を活用してエビ養殖を行おうと考えました。エビの子供たちのもともとの生活の場であるマングローブ、そこに生きる数珠や水ごま壺は、熱帯に有り余る太陽の光、水、水中の栄養をもとに大きくなります。数珠や水ごま壺は環境への適応力が強いので、特別な施設など必要なく、安く簡単に養殖池に繁殖させることができます。これらの生物をエビが食べて成長することにより、人工飼料コストを削減しながらエビの生産性向上を図ります。このコンセプトを養殖業者さんに話してみますと、マイダイ、ダメやというわけです。そもそもエビは海藻を食べない。仮に海藻を食べたとしてもエビの成長が低下する。エビが海藻の中に入って死んでしまう。養殖業者さんにとっては私たちの方法は常識外れの方法ということです。研究の出だしから大きな壁に当たってしまったわけですけれども、自分たちなりに実験室などの結果からエビが海藻や貝を食べて成長も良くなることをある程度確信していました。このようにエビは餌を与えても海藻や貝をよく食べます。これについては養殖業者さんも知らなかったと後日言っていました。この時私が学んだのは、常識は疑ってかかれということでした。研究を進めるにあたっては様々な壁もありましたが、室内実験から始め、野外調査、24時間観測、炎天下でのサンプリング、雨の中、水中観察、コンセプトのキーとなる項目を一つ一つ雑草魂で粘り強く調べていきました。そして4年ほど前からようやく養殖池レベルで実験ができるくらいになりました。次の映像は研究実験液でのエビの収穫の様子です。エビや海藻を貝と一緒に養殖することで、従来の方法の約 1.5 倍の収益が得られること、また生産されたエビの色と食感に高い評価が得られることが分かってきました。これからもさらに現地の環境や社会状況に適した養殖技術を開発したいと考えています。今日は私たちが普段食べているエビとその向こう側にある問題、それに対する国際農研の取り組みについて紹介をさせていただきました。これからもご家庭で、市場で、レストランで、さまざまなところでエビを食べたり目にしたりすることがあるかと思います。そんな時、
ここでお話をさせていただきましたエビの養殖の向こう側について思い出していただけたら幸いです。そしてエビだけでなく世界中にはさまざまな問題が起こっています。おそらく人間があり続ける以上問題が起こってくるかと思います。そのような問題の解決策を探していくというのも研究の持つ意義の一つではないかなと私は考えています。研究というと最先端の機械を使って小難しそうでというイメージがあるかもしれません。しかし本日お伝えしたように現場に出て養殖業者や研究者とともに汗を流しながら地道に試行錯誤するというのもまた研究の一つのやり方なのではないかなと思います。その時に大切になってくるのは雑草のようにどんな環境でも忍耐強く諦めない芽を出していくということではないかと考えています。そんなことをこの研究を通じてペンペングサやジュズモから学んだような気がしています。最後にこの1年新型コロナの流行で日本中の方々世界中の人々みんなが大変な状況に置かれることになりました。本当に大変ですけれども近いうちにコロナの状況が改善する日が来ることを期待しています。それまでもう少し雑草魂を持って今しばらく耐え状況が良くなればすぐさま芽を出せるように準備していきたいと私は考えています。皆様はいかがでしょうか。くれぐれもお体を大切にお過ごしになってください。今日はご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。